ルーディなのでで優しい英語です通信系のエンジニアを取ります。今日は洋画を訳してみようということで This is America Childish Gambino を取り上げます。Childish Gambino、ドナルド・グローバーですね。1983年9月25日までの34歳、プロデューサー兼、まあ、俳優業もやっているということです。Childish Gambino、This is America のオフィシャルビデオはこちらの方をご覧いただきたいと思います。 はいまあ、役の前にです、ねえー、内容を確認しますと、まあ、人種差別的な内容を中心にです、ね、アメリカ社会で起きた事件がまあ描写されているとで、まあ、黒人の犯罪もありますよとで、まあ、必ずしもです、ね、黒人と白人の対立軸の問題でもないんじゃないかと、えー、差別的な部分を列挙してです、ねまあ、ビデオの中にまあ無理やり押し込んでいるような感じもありますと、えー、やれやれのアメリカとそしてまあガンビナは最後はまあ追われて逃げていくという形になっています。 はじ、い、めにあのギターを弾くカルバンザ・セカンドというアーティストが登場するんですけども、まあ、彼の顔がですね2012年に射殺された黒人の高校生の父親に似てるんじゃないかというふうに言われております2012年ですねトレンボン・マーティン射殺事件黒人の高校生がヒスパニック系の男ケダインに射殺された事件になっておりますヒ、まあ、スパニック系であるがゆえにですね、まあ、必ずしも白人と黒人の対立軸の問題とは言えませんがケダインによるまあ が簡単に銃をぶっ放すというです、ねまあ、銃規制の問題として大きく取り扱われましたはいビデオの中ではですねガンビーノはあの上半身裸で金のネックレスをしてるんですけどもこれはまあフェラクティをま似てんではないかというふうに言われておりますフェラクティはまはナイジェリア出身のです、ね、ミュージシャンで黒人解放運動家ですブラックプレジデント黒い大統領ということでまあアフロビートの創始者となっておりますビデオの中ではですねガンビーノが先ほどのカルバンザセカンドを背後から撃つというシーンがあるんですけれども このポーズがですね黒人を真似た白人の舞台俳優ジムクロウを真似てるんではないかというふうに言われております舞台俳優ジムクロウから名前がついたのがですねこのジムクロウ法と呼ばれる法律になりますこれはアメリカ南部のです、ね、州法なんですけども、まあ、人種隔離を認める法律になっております年 分離すれでも平等という連邦、まあ、裁判所の判決ですけどもセパレート・バッティ・イコー分離してればですね鉄道でもバスでもまあ分離してればそのこと自体は差別に当たりませんよというふうに言われておりましたが1954年にはですね、まあ、教育からですね、まあ、人種を分離するっていうのはまあこれ不平等で許されないというふうな評価がされましたでそのあまあ1964年、まあ、人種差別を削る法律として、まあ、公民刑法法がまあ適用されましたけども、まあ、その時はで,ですね約88年間この事務苦労法という手法は有効 こにに扱われたとということになりますビデオの中ではアフリカのダンスがいろいろ踊られていますがこのまあ膝を曲げるダンスですねこれは南アフリカのグアラグアラという呼ばれるダンスになります他にも「ナイナイ」「ブラックボーイ・ JB」「ジュジュアン・ド・ビートキレム・ウィッド・ショルダーズというふうに踊られています。 ビデオの中では聖歌隊が歌うシーンがあるんですけども、これは2015年サウスカロライナ州チャールストンで白人青年が教会で黒人囚人を殺害した事件のことを意識しているのではなかろうかと言われております。 ガンビノンたちが踊っている背後にですね白い馬が取り抜けるシーンがあるんですけどもこれはまあヨハネ目次録第6章第8節のことを言ってるのではないかというふうに言われております青白い馬の上にはですねまあ、死神が乗っていてヨミハデスを連れている、まあ、地獄を連れているということですかね人を殺す権利が与えられているということでまあ、すぐ近くに自分たちの死というものがまああのあるんだぞということをですね言ってるんではないかというふうに思われます ガンビノはですね、まあ、車の上で踊り出すシーンがあるんですけどもこれはあの2016年の警官による黒人男性射殺事件を意識しているのではないかというふうに言われています、えー、車のテールランプがですね壊れていて、まあ、警官にあの停車を命じられたんですけどもその黒人がですね、免許を取ろうとした時にですね警察官に銃で撃ち殺されたという事件になっておりますそれでは歌詞の方を見ていきたいと思います「This is America's childish gambino」「Yeah, yeah, yeah ご、ご、あ、い、ウ w a スワナ、party. あっちへ行けと、ケトン。おたちはパーティーがしたいんだ。Party just for you. We j u パーティー t the money. がほしんだ。マパーティー。だと。俺たちは金が欲しいんだ Money just for y の u I know you w a n ーがしたいんだろ。パのためのお金だと。君ミパーティーがしたいんだろう。Party just for me. Girl, you got me dancing. 俺のためのパーティーだったの。Girl。まあ、これは、まあまあ、黒人の方がよく使うんですかね。まあ、君、お姉ちゃん、おい、まあ、You got me dancing. 俺はもう踊っちゃうよっていう感じですかね。Dance and shake the frame.This is America. 踊って、体をゆすって。これがアメリカだ。Don't catch you sleeping up.Look what I'm whipping up.Catch you.、まあまあ、これは警察に捕まるのやと。Sleeping up. まあヘマをしてやり損なって、まあ、警察に捕まるんじゃないぞと。Look while I'm whipping up.Whipping up?Whipping up sales team とかですね。まあ、営業チームをこうかきたてるっていう、まあいうまあ、ある意味こうビジネスライクな、まあ、俺が金を稼ぐのをまあ見てみろよという感じですかね。Look at how I'm living now.Please be tripping now.、Ooh. 俺が今どう暮らしているか見てみろよと。えー、警察は tripping。この場合のト i p プはまあ,あの 薬でハイになってると、あいつら行かれてんだろう。Guns in my area, w h r e my area? I got the strap,、AA. 銃は俺のエリアにある。そうだ、俺のエリアだ。I got the strap。ストラップはもうこれ,あれですね。まあ銃のホルダー。まあ要はまあ銃を持ってるぞ。I got a carry o Yeah yeah, I'm going to this ag。 俺は銃を持ち歩かなきゃ。いやいや、I'm going to 何に参加する俺はこれに参加しなきゃ。ああ、ああみたいな感じですね。乗る気じゃない時のああ。Yeah, yeah, this is Gorilla. うう。これはゲリラだって言ってるんですね。ゲリラに参加するんですね。Gorilla これはあの動物のゴリラと同じ発音ですね。ううこう,う時うときちょっとゴリラっぽいリアクションしてますね。Yeah, yeah, I'm a go get the bag. いやいや、yeah, yeah. Or, I の前のバッグはまあお金か、もしくは、麻薬か、まあ、どっちの袋か分かりませんけど、まあどっちか手に入れなきゃ。I get the pad. まあん、えー、まあお金を手に入れないんだったら、まあ、pad。まあそれだけで部屋とか家とかいう意味があるんですけど、まあお金か家か、bag。まあ麻薬の袋ならば、えー、もしくはまあ、 p r e Prescription pad まあ処方箋かみたいな感じになりますかね。Yeah, yeah, I'm so cold like yeah, yeah.I'm so dope like yeah.Oh, <う>俺はまあとっても生かしてんだろうと。まあ、冷めてるという意味もありますけど、まあ、生かしてんだろうと。so dope. まあこれドーピングのドープですけどね。麻薬という意味もありますけど、まあ、形容詞で言うとマスラングでまあかっこいい生かしてると。I'm so dope like yeah という意味でも使われます。 we gone b l o w like yeah straight up。ああ。ううう、tell somebody。俺たちは、ま blow。この上、blow は、まあ、風が吹く。もともと意味はそうですけど、まあ、スラングでは、まあ。訳。まあ、深す、えー。はいになるぜ。って言ってんですね。straight up。そうだ。その通り。えー、tell somebody。誰かに。教えてやれ。you go tell somebody。grandma t o l d me。 お前言って誰かに教えてやれよばあちゃんが俺に言ってたんだ get your money black man look how i'm geeking out hey お金を稼ぎなさい black man、まあ、この場合まあおばあちゃんが子供に言ってるような感じでしょうから、まあ、黒人のえ一人の男として改まっていいですかってお金を稼ぎなさいよって言ってる感じですね、えー、geek in geek Ge out、まあ、まあなきゃハマると俺が何に夢中になってるか をまあ見てみろよと。いい体してるだろうと、まあ、服がぴったりしてると、まあ、つまりいい体だろうということとグッチこれグッチを身につけてようが身につけてま前がグッチなんでしょうね。まあ、身につけてグッチを身につけてるっていうのはもちろん何ともないんでまああのクオ、cool、とかオーサムと同じような感じでいけてんだろうとかっこいいだろうという感じですね。 I'm so pretty. I'm gone get it. もう俺はとってもいけてんだろうと。プレ t ィも結構いろんな意味で使いますけど、まあ、自分のことを言ってるんですか、まあ、肯定的な意味で使ってるんでしょう。I'm gone get it. まあ手に入れるぜ。Watch me move, b l o w t h i s is a Sally.That's、huh? a tool.Yeah. 俺の動きを見るよ。b l o w っていうのはまあ銃声ですね。バンバンって感じですね。This is a Sally. これは携帯だ。That's a tool. これは道具だ。 まトウもあのスラングでは銃という意味がありますね。あのまあ、ビデオですと上の方でねあの子供たちがあのスマホで監視している感じでねどっかで誰かを見てるからなというま結、あ、国の感じがしますけど、まあ、これはもともとの事件はあの、えー、黒人の青年がですねまあ、携帯をま銃と間違われてあの警官に撃たれたというのがまあ元になっています。On my Kodak, we black. We know that. Yeah, know that. Hold on. 俺のコダックで。Woo Black、まあ。若手ラッパー問題児のコダック・ブラックの名前をここで入れてますね。Woo, know that. わかってんだろと。えー、k No, w that. わかってんだ。Hold on. 待てよと。まあ、これ携帯の意味だったらまあ切りなよという感じになりますけどね。Get it. Woo. Work it. 21.Get it. まあ手に入れろよと。やってやれよと。Work it. うまあ、上手くやれよと。21、21 Savage のことですかね。 100 bands, 100 bands, 100 bands, contraband, 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 サ、eh, ツタバ、eh, 100のバンド、まあ eh, 100ドル札10枚にバンド1個とすると、まあ、1000ドル札が100個、eh, 10万ドルですね、まあ、10万ドルぐらいの札束だよと、contraband、band, まあ eh, 密売品、密売品、密売品。I got t plug on Oaxaca, wow! They're gonna find you, that blocker! ブラオえー、俺は、えー、ワーカーとつながりがあるんだと。ワーカー。これはあのメキシコの州ですね。えー、麻薬密売カルテルのある連中と自分はつて、えー、がある、つながりがある。でかのファインジュー。やつらはお前を見つけるよと。で、ブラカブラオ。ブラカブラオ。これは銃声ですね。バンバンって感じで。ブラカブラカブラ,ブラオ、ブラオという感じですね。 American, I just checked my following list and you go tell somebody. America can You motherfuckers owe me. Grandma told me Oma Omera Get your money black man black man black man one two three get down お金を稼ぎなさい、ブラックマン、ブラックマン、ブラックマン。イチニ踊れって言ってんですね、Get down。あの Get down はまあ性的な意味合い、賭け事、薬、何人でも使いますけどね。この場合はまあ踊るということで、ガンビーノがまあ車の上で踊ってますね。You're just a black man in this world. You're just barcode. A お前は世界ではただのブラックマンなんだよと、黒人の男なんだよと。 You just barcode バーコード、まあこれはまあ色を言ってるのか、あの管理されているという意味で言ってるのか、まあ両方その両方かもしれませんね。Driving expensive foreigns, eh You just a big dog, yeah。高級会社に乗っている、お前はただのでかい犬だと、まあ仲間という意味もありますけどね。も、え、う、ー、これ自分のこと言ってるんですかね、えー、それともまあ特に関誰かを意味して言ってるんでしょうか。 I k e n n e l d him in the backyard No proper life to a dog For a big dog 俺は、えー、ウランニアで彼を飼っていたと、まあ、彼やっぱり自分のことですかね自分の中の、まあ、二面性があって、えー、その後ろの方にその金持ちで調子に乗った自分というものがいるということを言ってるんでしょうかね No proper life to a dog、えー、犬なんかにま,あまともな人生はないよと生き方はないよと For a big dog でかいだけの犬にはね はい、以上で終了になりますが、まあ、アメリカ社会の、ね、こうエンターテインメントの部分とそうでない闇の部分と、まあ、かつそれが自分の中にも二面性としてあるんじゃないかというようななんか描写になってるのかなというふうにも思われます。はい、い、えー、以上、ルーディー太郎の優しいでしでた。See you next time! you